あゆかりさんじゃないですか。どうしたんですか難しい顔して。あらあなたも映画ということはゆかりさんもですね。あもしかしてポップコーンを食べ過ぎてお腹壊しましたかあなたじゃあるまいし。失礼なポップコーン程度でお腹壊しませんよ。でしょうね。いや今見た映画がちょっとくせ者でね。ほうほう。参考までにどんな映画か教えてくださいよ。はいこれ。地下室の変な穴何ですかこれ昔マルコビッチの穴ってのがありましたけど。あああれ見たことあるの。 はい、わけわかんなかったですけどまあこれもあれに近い不条理コメディーって言っていいのかしらゆかりさんが言いよどむなんて珍しいですねうーん簡単にあらすじを説明するとはいある中年の夫婦が中古の一軒家を買うのよするとそこに謎の穴がそうそう地下室の床にマンホールみたいな縦穴があるのおおでそこを降りると2階の天井から降りてるはしごに出るはい空間いがんでませんしかも時間が12時間進むけど3日若返る ちょっっと何言ってるのか,分かりません。だから例えば朝の7時にその縦穴を降りると自分は普通に降りたつもりでも夜の7時に2階のはしごに出てくるのよああタイムスリップですねまあそうなるのかなでも肉体は3日だけ若返ってるの3日程度じゃそんな変わらないでしょなんだけどはい夫婦の奥さんの方がこれ何回も繰り返したら若さを取り戻せるんじゃねって思いついちゃうわけよああなるほどでもその度に12時間飛んじゃうから当然夫婦はすれ違い気味になると。 ほ,うほうしかもだんだん依存症というか脅迫関連的に取りつかれていくわけよあらーあと旦那さんの友人も出てくるんだけどおおうその人は股間のあれをメカピースに改造したりするちょっと待ってくださいもう訳がわからないですまあざっくりまとめると人の欲望というか固定概念をフランス風のエスプリお聞かせたギャグで皮に来るブラックコメディ分かったようなわからないような上映時間は74分だからサクッと見れるけどどうするゆかりさんの感想はどうなんですか うーんあ<り>えー、判断難しいなーよし怖いもの見たさで見てきますじゃあ下の喫茶店で時間潰つぶしてるから感想を聞かせてねわかりましたー